こんにちは、しずる TV です。本日は2021年セルヴォークのサマーコレクションのアイテムをパーソナルメイクトレーナーの池内ひろ子さんにレビューいただきます。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずこちらのセルヴォークというブランドについて教えてください。はい、セルヴォークさんはスキンケア用品から始まったブランドです。なのでスキンケアの中でオイルが有名ですね。スキンケアから始まったブランドなので、こういうカラーもの、色物にも天然由来成分とか、こうお肌に優しい成分が入っているのが特徴です。で、そういうスキンケアから始まったブランドっていうのは、こういう色物の数が少なかったりとか、あるいは発色が薄かったりっていうことが多いんですが、そんな中セルヴォークさんは色物が充実していて、で夏のコレクションもこういう形で、こうスキンケア用品ではなくて、こう色物を積極的に発表されている、とても洗練されたモードなブランドです。2021年のサマーコレクションの発表会にも行かれたんですよね。すっごい素敵でした。いや、そちらのサマーコレクションのアイテムのテーマを教えてください。はい、こちらですね、いただいた資料なんですが、テーマが豊かさを象徴するゴールド、生命力を象徴するレッドということで、2色のゴールドとレッドをテーマに掲げていました。ではアイテムの方をご説明いただきたいんですけども、まず一つ目のアイテム、ボランタリーベーシスアイパレットについて教えてください。はい、今回 の、 そのセルヴォークさんのテーマがゴールドとレッドっていうことで、アイシャドウも2つ、この左上のゴールドがすごく目を引くゴールドのパレットと、レッドを基調とした可愛らしいピンクブラウンのアイシャドウの2つが出ています。で、こちらのピンクブラウンは限定色で、ゴールドは定番色になっています。で、詳しいスウォッチなどはしずるさんの方の記事でもご紹介させていただいているので、ぜひそちらもご覧いただけたらと思います。では2つ目がカムフィープレストパウダーです。こちらはいかがでしょうか。はい、この地平線をイメージしていると教えてもらったこのフェイスパウダーなんですが、ハイライトとシェーディングの2つが入っています。で、このハイライトは白じゃなくて少しベージュがかっているので、肌なじみがとてもいいハイライトです。で、下のシェーディングの方はチークのような色合いで、カラーレスなメイク、ちょっと日焼けっぽいような感じとか、肌に馴染むようなチークやシェーディングを作ることができる、とても綺麗なお色でした。じゃあ3つ目のアイテムがインディケートアイブロウマスカラです。こちらのアイテムはいかがですか。今回私がとてもこう心揺さぶられたのがこの眉マスカラです。全部で3色出ていて、すごく簡単に言ってしまうと、ブラウンと赤とピンクの3色です。で、ブラウンはパーシモンというお色で、自然に眉を着色してくれます。で、その次の2色がすごく綺麗なお色なんで、ぜひ紹介したいんですが、ハバネロとグアバっていうお色です。ハバネロの方が赤みが強いです。グアバの方がピンクになっています。最近いろんなブランドでカラー眉マスカラが出ていると思うんですが、なんかこうちょっと安っぽい仕上がりになるというか、ちょっとチャッチーなって思ってたんですね。だけどこのセルヴォークさんのカラーマスカラはすごくモードに仕上がるので、すごくおすすめです。カラー眉マスカラでピンクということなんですけど、使いにくくはないんですか。そうですよね、なんかこう日常でピンクの眉毛してる人ってあまり見ないと思うんですけど、今回私つけてみたのがこの2色です。はい、最初にハバネロっていう濃い方、赤をつけて、その後にグアバのピンクを重ねました。どうですか、ピンクの眉毛。思ってたよりもすごく馴染んでいる気がします。ですよね。ピンクのアイシャドウであったりとか、あと口に赤みを持ってくると、全体でこうお顔の中でピンクや赤がこう共鳴して、すごくこうまとまったメイクになります。で、もちろんピンクの眉ってあんまりしないので、洋服だとか髪型を選ぶかもしれないんだけれども、練習してこう決まるとすごいかっこいいやつだと思うので、こうぜひ挑戦してもらいたいです。塗るだけでおしゃれな感じになりそうですね。こうワンランクアップ、ツーランクアップ逆
内ひろこさん、ありがとうございました。ありがとうございました。しずる TV では毎回専門家を呼びして、プロならではのハウトゥーやレビューをお届けしております。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。概要欄に池内ひろこさんのチャンネルの方も貼っておりますので、ぜひご覧ください。それではありがとうございました。ありがとうございました。またねー。